どうしたわけ？ため息なんかついて。我ながらだらしないなって。私って仕事が忙しくなるとついおしゃれを後回しにしちゃうの。全部ちゃんとやろうとするから後回しにしてしまうさ。なんか一つだけでもちゃんと気をつけるとこから始めてみようぜ。なんかないわけ？ここだけはってとこ。それなら。やっぱりお化粧かな。一番大変だけど、するのとしないのじゃ大違いだし。はあ、ワンもそう思うさ。カイ君っていつもおしゃれだよね。毎日大変じゃない？それがあんまり大変だとは思わないんだよな。乙女座生まれだからだはずよ。カイ君って乙女座だっけ？ああ、8月27日生まれの乙女座さ。そっか、私も見習わないとな。よう、うちの練習の見学？あ、カイ君、あなたも練習中だよね。そのはずだったんだけど、練習相手がどっかに行ってからによ。それって平子場くんのこと？ほんと気まぐれなやつやさ。どこ行ったわけ？美容室じゃない。そうなんだ。私でよければ練習手伝おうか？え、いいのか？うん、そっちが構わなければ。それじゃあお言葉に甘えさせてもらおうや。それじゃボレーの練習をさせてもらおうや。ボール出しよろしくや。うん、わかった。それじゃあ行くよ。はいはいはい。どれもこれもコーナーを正確についてるね。そりゃワンもこの合宿に呼ばれるくらいの選手だからな。さてと、ボレーの練習はこのくらいにして、次はスマッシュの練習を。練習を。あ！カイ君の帽子が風で。帽子が飛ばされたさ。な、何よ。いつもと違った感じで面白いなってそう思ってた。はあ？ごめんごめん。でもかっこいいと思うよ。帽子がないカイ君もね、まあ、元がいいから。そうか、大声出して悪かったや。まあよ、帽子がないとバカにされるわけよ。なんか犬みたいだって。へえ、犬か。ああ、やっぱり君もワンのこと。違うよ、バカになんてしてないよ。ただちょっとトイプードルに似てるかなって思っただけ。それをバカにしてるって言うわけよ。墓穴掘っちゃった。すみません、カイ君を見ませんでしたか？カイ君、見てないけど。そうですか。クマにもいなかったさ。もしかしてカイ君が行方不明だとか？この時間になっても部屋に戻らないので探していたところです。心配することないよ。どうせいつものやつよ。いつもの？まあそれほど心配することはないと思いますが、もしどこかで見かけたら早く戻るように言ってください。うん、わかった。二人は心配することないって言うけど、ここはカイ君の地元じゃないし、どこかで迷ってるかもしれない。できる限りで探してみよう。いくらなんでも合宿所の中で迷うことはないよね。だったら合宿所から出て。あ？こんな時間に何してるわけ？
カイ君の方こそ何してたの？みんな心配してたよ。まさかや。みんなって栄四郎やリンガ？うん、それほど心配することじゃないとも言ってたけど。ハリー、そうやし。どういうことなの？とりあえず何してたのかから教えてちょうだい。何してたっていろいろさ。ちょっとした寄り道してたら遅くなっただけよ。ちょっとしたね、寄り道。ああ、商店街にシルバーアクセを買いに行って、他の買い物した後にコンビニ入って立ち読みして、うん、その後で帰ろうとしたけど、なんだか腹が減ったから近くの店でハンバーガー食って、今度こそ帰ろうと思ったら、なんか面白い顔の猫を見つけて、うん、遊んでやろうと思って追っかけたら、知らない道に出てからよ。そこから迷いながらもなんとかここまで帰ってきたとこさ。いやー、自分でもよく帰ってこれたと思うやつさ。その果てしない道のりのどこがちょっとした寄り道なの？ワンにとってはいつも通り普通のことなんだけどな。カイ君は普段の生活でもそんな風に寄り道するの？ああ、趣味っていうかほとんど日課みたいなもんよ。一日の寄り道時間を平均したら4時間近くあるかも。そんなに？尊敬した？しないってば。そんなにとやかく言うつもりはないけど、あんまりみんなに心配かけちゃダメだよ。そこまで心配されるなんて思ってなかったからな。ま、今度から気をつけるさ。うん、分かってもらえればいいんだけど、キテ君の機嫌が悪いとゴーヤー食べさせられちゃうかもね。そりゃ一大事だわ。これで懲りるといいんだけど。おやすみ、カイ君。うがここにもいないやつさ。どうしたの、タニシ君？誰か探してるの？いい、うちの裕次郎さ。ああ、カイ君のこと？アンガー寿司とユンタクが趣味さ。まあがら携帯で長話しとるあらに。私も探そうか？大丈夫さ、そんな大げさあらんよ。そうなんだ。屋上から見る夕焼けって綺麗だよね。ああ、デイジ、綺麗やさ。なんだか夕焼けを見てると元気が出てくるよね。明日も頑張ろうって気になる。ああ、で、あるよ。いつまでもこうしていたい気分。でも、そろそろ晩飯やさ。よっしゃ、食いに行こうぜ。みんなのところへ戻ろうぜ。うん、そうしよっか。日賀のメンバーはっと。あ、やってるやってる。朝の練習はみんなでひたすら素振りか。カイ君は、あれ、カイ君が持ってるのってかなり特殊な形状だし、構えも武術っぽいし、うん、やっぱりあれだ。あれって何？あれはあれだよ。だからあれって何よ？
てじゃないと、とトンファ、そうだトンファーだ。やっと言いよった。まあ女の子ならそんなもんか。これ使ったことはあるわけねえだろ。それって武器なんだよね。ああ、であるよ。でもそんなに危ないもんじゃないわけよ。これ日本中にトンファー持ってる人ってどのくらいいんのかな。こいつはヌンチャクの一種で、あくまで護身用さ。ヌンチャクってカンフー映画によく出てくる武器だよね。あ、でもトンファーじゃないけど、ヌンチャク振り回してるおばさんならなんか見たことあるわ。おばさんかおじさんかどっちか分かんなかったけど。そうさ。へえ。でもどうしてラケットじゃなくそのトンファーで素振りしてるの？おいおい、ワンの得意技を忘れたんば。あ、そういえばバイキングホーンの構えとそっくり。そういうことさ。ワンのプレイスタイルはこの動きを取り入れて応用してるわけよ。へえ、なんだかかっこいいね。そうか。うん、いつもとちょっと違う姿って新鮮で魅力的に見えるよね。あ、ごめんね、急に変なこと言っちゃって。いや、いいさ、むしろ嬉しいさ。そんな風に言ってもらえるなんて思わんかったし。でも本心だよ。ならもっと技を磨いて君を虜にしてしまおうや。うん、頑張ってね、頑張ってねって。それじゃあ私はもう行くよ。あ、そうだ、もし君が危険な目に遭った時はよ。え？トンファーでワンが君を守ってやるからよ。ありがとう、とっても頼もしいよ。じゃあまた後で。うん、カイ君も練習頑張ってね。ケイ君、練習試合でも全力でいちゅんど。望むところさ、ワンを本気にさせてみ。させてみ。行くぜ。行くぜ。カッティングは。これはどんなか。締めていちゅんど。おお、さすがケイ君さ。今打ち合ってるのってカイ君とタニス君だよね。見応えがあるな。つうか熱くなりすぎよ。怪我しないといいけど。そうですね、このままさらに熱くなるようなら注意してやりましょう。二人とも楽しそうに打ち合ってるし、ほっとけばいいと思うけど。そういうわけにもいきませんよ。今のってついにビッグバンまで出ましたか。あのサーブは練習で披露するようなものではありません。練習試合を中止させましょう。ああ、それなら私が言ってくる。試合をやめさせればいいんだよね。いえ、それは俺が。もう行ってしまいましたか。人の話は最後まで聞くものです。そっちがそう来るならこっちはこれやさ。バイキングホーン。え、ああ、あれ、今何かが私カイ君の打ったボールが当たって気絶してしまったようです。危惧していたことが現実になってしまったようですね。力みすぎてコントロールが。カイ君、この人のことは君が責任を持って解放してあげてください。え、病院とか行かなくて大丈夫？
あ、わかった。あれ、私、何かが頭に当たって目の前が真っ暗になって。気がついたか？割と覚えてるじゃん、ちゃんと。え？よかった、やっと起きてくれた。こんな炎天下の中、海軍。ちょっと待って、この体勢って私、カイ君に膝枕されてるの？悪いね、ワンの膝なんかだよ。その、ちょ、休ませるんなら日陰がよかったな。ごめん、よくわからないけど迷惑かけちゃったみたいで。いや、謝るのはワンの方さ。ワンの打った球が君に当たったんだから。そうなの？なあ、練習試合だってのに熱くなりすぎてしまったさ。力が入りすぎて手元が狂って。だからごめん。うん、いいよ、謝る必要なんてない。誰も悪くない、それでいいじゃない。ありがとう、いくらか気が楽になったよ。ちなみに私、どれくらい気絶してたの？ほんの数分くらい。意識が戻ったんなら保健室へ連れてってあげようや。保健室だけでどうにかなるかな？そんないいよ、まだ練習あるんでしょ。そんなのいいってば。よくないよ。あなたは何のためにここへ来てるのか思い出して。お前も思い出して。でも私は一人で保健室に行くから、カイ君は練習に戻って。大丈夫、無理なんて知ってないから。わかった。じゃあまた後で。あんなに真剣になってくれるなんて、カイ君って優しいんだな。よ、何食べてるわ？これだよ、カラフルチョコレート。あ、うまそう。いいもの持ってるやし。手を出して、少し分けてあげるよ。サンキュー。で、一粒だけか？ごめん、それしか残ってなかったみたい。まあいいさ、もらった一粒がオレンジなんてラッキーだ。オレンジ色がいいの？ああ、オレンジはワンが一番好きな色だわけ。へえ、何かいいことあるといいね。そうだね。ねえ、あ、カフェで新作のスイーツが販売開始だって。お、順にな。へえ、パイナップルをふんだんに使ったスイーツなんだ。パイナップルか、アニヒャーにも教えてやるさ。あいつってカイ君のこと？そうさ、ユージロはパイナップルが大好物ぞ。パイナップルは私も大好きだな。うー、ホテルに戻っても仕事があるけど、少しくらいここで休んでてもいいよね。ああ、いいと思うよ。カイ君、ワンも今日は疲れたさ。あとは寝るだけなのに、ここで力尽きそうだ。そっか。ねえ、マッサージしてほしいさ。こっち疲れてるって言ったじゃん、今から。頼むよ、ちょっとだけでもいいさ。うん、少しだけでいいなら。やった、じゃあ早速頼もう。私も疲れてるんだけどな。
じゃあ行くよ。えいっ、えいっ、えいっ。これくらいでいい？聞いたさ。お願い、もう少しだけ。仕方ないな。えいっ。ああ最高さ。えいっ。ああもう少し下。ここ？うわあ、ああもう限界。ねえカイ君、私そろそろ。カイ君、寝てやがる。あ、ちょっと寝ちゃってる？ダメだよカイ君、起きて。ここで寝ちゃダメだってば。もう部屋に戻った方がいいよ。動きたくない。部屋まで連れてってほしいさ。なあ頼むよ。どうしようかな。たわけが。真田。真田君、こんな時間に何をやっている？これはとっとと自分の部屋へ戻らんか。戻らんか。はいはい、わかったよ。ほんとうぜえやつ。じゃあね、カイ君。ありがとう、真田君。助かったよ。あなたもだ。え、さっさとホテルに戻って明日に備えてはどうです？はい。どうかしたのか、そんなうなり声上げて。ちょっと体重が増えちゃってたの、それがショックで。運動しようかな。まあそれいいやんに。ワンでよければ付き合ってあげるさ。じゃあ早速走ろうぜ。え、今から？善は急げって言うだろ、ワンの座右の銘さ。へえ、そうなんだ。今日のお昼は何にしようかな。よ。ああカイ君、カイ君もこれから昼食なら一緒に食べない？ふん、ワッターみたいに練習しなくても腹は減るんだ。減るよ。そこまで体は動かしてないけど、みんなの練習をずっと見学するだけでも結構疲れるんだよ。冗談だ。でもちょうどよかった。え、今から飯ならワンについてきてみ。合宿所のレストランで食べないの？ああ、今日はちょっと外にね。じゃあ時間もあるし付き合おうかな。ちなみに何を食べに行くの？ついてくればわかるさ。大丈夫、うまさはワンの保証付きだ。まあ美味しいならいいわ。ここはファーストフードのお店？ああ、偶然見つけた店でよ。特製のハンバーガーが絶品だわけ。じゃあせっかくだし、その特製のハンバーガーを食べようかな。お、日が合うやし。それじゃ2つ注文しようぜ。うん。うわ、どんなか。デージーうまそうだろ。うん、でもなんていうかボリュームも結構。そうそう、値段の割にでかいやんに。その上うまいんだから言うことなしさ。全部食べきれるかなこれ。残したらワンが食ってあげるさ、心配しないでいいよ。うん、それじゃあいただきます。うん、おいおい、無理に口に入れなくていいんだ。
目の前のナイフで切って食べてもいいんだから。え、そうなの？面白い人や。恥ずかしい。まずは中身がずれないように爪楊枝を刺してナイフで切り分けて食べる。あり、やってみ。え、そういうお店のって大概もう刺さってんじゃないの？うん、まず爪楊枝を刺してナイフで切り分けてしてから食う。食う。美味しい。お肉がすっごくジューシーなのに全然しつこくない。これなら全部食べられそう。ありがとう、こんなに美味しいお店に連れてきてくれて。他の連中には内緒。でも君だけは特別さ。どう特別なの？ワッターのことデイジ熱心に取材してくれてるからな。それに君といると楽しいわけよ。気に入った子に気に入った店を教える。まあ普通のことさ。ありがとう、私もっと頑張るよ。そしたらまた美味しいお店を教えてくれるんだよね。じゃあワンも頑張って次のうまい店を探しておこうや。期待しとくね。うわ、すごく美味しい。さてと、栄四郎が見てないうちにゆっくりと食事を楽しませてもらおうかや。まずはこの耳側からだ。あ、カイ君、私もいただいていい？ああ、もちろん。うり、食べてみ。ありがとう。うん、コリコリしてて美味しい。味付けも絶妙だね。そんなして喜んでくれると嬉しいさ。味付けはワンがやったさ。ありがとう、カイ君。じゃあもう少しだけもらえる？ああ、喜んで。ありがとう。誰もいないな。ちょっと早く来すぎちゃったかな。あれ、もう来てたか？うん、カイ君も早起きだね。いや、今日はたまたまさ。そうなんだ。でもどうしようかな。みんなが起きてくるまでまだまだ時間ありそうだし。じゃあ今から二人で散歩しに行こう。森の中でも歩いてうまい空気でも吸おうぜ。散歩ね。うん、行こうか。森の新鮮な空気で体の中まで綺麗になった気分。ああ、やっぱ来てよかったさ。あ、渓流だ。へえ、綺麗な水が流れてる。ねえカイ君、沖縄にも川はあるの？もちろんあるさ。谷も山も森もある。綺麗な海だけじゃなくて他にも自然がいっぱいなんだね。こういう場所に来ると小さい頃に山の中を探検した時のことを思い出してワクワクしてきちゃう。ねえ見て、川の中に魚が見えてるよ。そりゃいるでしょ、川なんだから。っておい、そんなに身を乗り出したら。え、子供かお前は。あ、貴様よ。大丈夫、全然深くない川だから。見ればわかるってば。恥ずかしいな、調子に乗った挙句に川に落ちちゃうなんて。なあ、手をこっちへ。ワンが引き上げてあげるさ。うん。君が重すぎて湾まで落ちたんだ。え、私ってそんなに重い？嘘嘘、こんなに天気のいい日だから水浴びしたくなったわけよ。
いくら天気は良くても秋の早朝なのに、それちょっと寒いかもしんないわ。川に落ちて恥ずかしがってる私を見て気を使ってくれたのかな。気持ちいいや。大丈夫、風邪ひいたりしないで。風邪？そんなのひかないってば。バカだから。やったね、カイ君。ありがとう、カイ君。やっと川から上がれたよ。そろそろ合宿所へ帰ろうぜ。そうだね、そろそろみんなが起き始める時間だし。な、あ、どうしたの、カイ君。なんでもないさ。帰り道はあの後ろを歩いてこいよ。え、後ろって、あ、そうだ、私って今ずぶ濡れだから全然気づかなかった。恥ずかしい。上着を貸してあげて、カイ君。何してるの、カイ君。ああ、コートを見てたさ。コート？いつも使わせてもらってありがとうってね。たまにはこうして感謝するのも悪くないだろ。ロマンチストだね。そうか。なんか恥ずかしいやさ。うん、大事なことだと思う。そういう心がけっていいよね。ふう、アップ完了。私がみんなにしてあげられることはこれで終わりかな。あとは明日の結果発表で全てが。え、こんな時間に誰だろう。ワンよ、日が中の会さ。カイ君、悪いね、こんな時間にいきなり押しかけちゃってから。うん、私は平気。ちょうど仕事も終わったところだったし。でも何の用でここまで？ああ、実はさ、君にお礼がしたくて来たわけ。何のお礼？お礼って？いつも一生懸命でワッターのことを記事にしてくれただろ。仕事だからね。そのお礼さ。いや、いい子。私は自分の仕事をしただけ。そんな気を使う必要ないよ。もちろん気持ちはとても嬉しいけど。だったらほら、これ受け取って。これってシルバーのネックレス。手の空いてる時に作ったわけ。君に似合いそうなデザインを考えてさ。カイ君が作ってくれたの？シルバーアクセ作りはワンの特技だからな。自分で言うのもなんだけど結構なもんだと思うぜ。よし、売ろう。いっぱい量産っていうか売ろう。お金になるよ。うん、とっても素敵だよ。つけてみてもいい？あ、もちろん。ありがとう。それじゃあどうかな。うん、めちゃくちゃ似合ってる。ワンの予想以上さ。そうかな。そこに鏡があるだろ。自分でも見てみるといいさ。うん、うわあ。な、似合ってるだろ。ありがとう、カイ君。いいって、ほんの感謝の気持ちさ。こんなに素敵なものをプレゼントされちゃったら最後の最後まで頑張らなきゃね。私今から大急ぎで最後の記事を書き上げてアップするよ。もしそのおかげでワンが最終結果でトップを取れたらさ、その時はまた
別のアクセをプレゼントするさ。めっちゃくれるやん。もういいよ、だって本当に悪いし。いいよ、ワンがそうしたいんだから。でも次は何がいい？何だっていいよ、カイ君が作ってくれるなら。そっか、じゃあ自由に作らせてもらうさ。じゃあワンはそろそろ戻るよ。君に似合うアクセのデザインがどんどん頭に浮かんできてるわけ。それじゃまた明日ね。あ、また明日。さーて、もう一踏ん張りね。最後の最後まで頑張らなきゃ。カイ君、私の取材した選手が最終結果でトップに。しかもそれがカイ君だなんて。皆様、盛大な拍手をお願いいたします。まさかや、このワンが最終結果でトップ？夢みたいさ。夢じゃないよ、カイ君。カイ君がトップを取ったんだよ。やった！やったんだ！めっちゃ喜んでる。おめでとう、カイ君。ありがとう。これで例のアクセ作りをもっと急がないとな。だから無理しないでいいってば。いいやし、ワンがそうしたいわけよ。だったら私も何かお礼しないといけないね。君がワンに？あ、それじゃあよ、ワンに東京案内してほしいさ。東京案内？ああ、ワン、うちなの人間だから東京のことをあまりわからんわけ。でも前から夢だったさ、東京のショッピングモールでデートするのがさ。デート？なあ、お願いよ、ワンの夢を叶えて。わかった、案内してあげるよ。マジ？やった！さあ、着いた。ここが私のおすすめするショッピングモールなんだ。へえ、これが東京のショッピングモールか。想像以上やさ。何のお店から見て回ろうか。どこでもいいよ、今日一日で全部見て回ろうぜ。はいはい。カイ君、いっぱい買ったね。物価とか違うけど大丈夫そう？次はこの店に行こうぜ。まだ回るの？最初に行ったやし、今日は全部回るって。本気だったんだ。それにこの店で買いたいものはもう決まってるし。え？次のアクセはまだ制作中だけどさ、それとは関係なくどうしてもプレゼントしたいものがあるわけよ。でもさすがにそれはもらいすぎって気が。いや、絶対に受け取ってもらうんだ。ほら、このシルバーのペアリングなんかちょうどいいさ。ペアリング？ああ、そうさ。ペアリングなら私も半分出すよ。その方が気兼ねなくていいし。そっか、じゃあそうするか。うん、そうしよう。さっきのリングは持ってる？うん、持ってるよ。じゃあワンがはめてやるさ。ほら、左手出してみ。左手？うん。カイ君がリングを私の薬指に。カイ君、これって。これからも
よろしくや。よろしく。うん、こっちこそよろしく。